数多くの絵本やキャラクターデザインを手掛けてきた作家、高井義和さんの作品展が朝来市で開かれています。高井義和さんの絵本、お話黒熊の原画。2008年にシリーズの第1作が発売されて以降、今も多くの子どもたちに愛されています。朝来市の朝来芸術の森美術館で開かれている作品展では、高井さんが大学時代から現在までのおよそ30年間で制作したイラストや立体物など1000点以上が展示されています。高井さんは絵本以外にも数多くのキャラクターデザインを手掛けていて、誰もが一度は目にしたことがあるような商品や企業のキャラクターのほか、西宮市のみやたんの生みの親としても知られています。訪れた子どもたちは体験型の展示で遊びながら、可愛らしくにぎやかな高井さんの世界を堪能していました。普段やったらね、ちょっとね、こう静かに作品を見るっていうのが、ね、多いと思うんですけど、やっぱ今回だけは子どもさんにね、とにかく楽しんでほしい、遊んでほしい、で、ね、いろんなものがあるのを見てこう喜んでもらいたい、でなんか不思議な、ね、生き物がおったら面白いなとか、綺麗な色やなとか、なんかそういう感動をこう伝えられたらいいなっていうのはすごくあります。この作品展は5月6日まで開かれています。